はい、皆さんこんにちは。イケメン優しい最高はモットーのサンシャイン今村です。現在私はね、こちら JR 姫路駅の方に来ております。なんとね、姫路駅の前からね、こうトゥ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 、見てください、わかりますよね、これ姫路城がね見えるんですよ。まあ今回の動画はですね、まあ JR 西日本の機動車ではないんですけどね、まあ、あの JR 西日本のもう仲間みたいに、ね、なってる機動車で、なおかつね、とてつもなくね速すぎたり化け物と言われている機動車を紹介したいと思います。実はね、その機動車今回私乗るの初めてです。17年ぐらいね、よく1年にね1回以上はね見てきてるんですけれどもね、今回乗車するのは初めてです。それではね、早速ホームの方ね行ってみる前にね、ちょっとね姫路駅周辺のね解説をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、姫路駅前なんですけれどもね、ちょっと思った以上にね綺麗すぎて驚いてます。こんなね木組みのようなね感じの建物であったり、ちょっと駅前にもねかなり駅ビル商業施設等がね多数立ち並んでいてね、また駅中は後で紹介するんですけれども、かなり店舗が充実していました。それでね、こちらにはねもう駅の真ん中通りに沿ってね歩いていくと、もう姫路城が見えるんですよね。日本でね初めて世界遺産に登録されたのが姫路城ですね。白鷺城ともなんか呼ばれているそうです。また姫路はねたくさんね新規バスがいますね。まあ昔ね姫路にも市バスがあったらしいんですけど、全部新規バスが買収したそうです。これであちらにはね JR 西日本新快速のライバルでもあります山陽電車のね乗り場があります。山陽電車はね、あの直通特急を走らせてまして、大阪梅田までだいたい1時間半ぐらいでね行くことができます。時間はねかかるんですけれども、料金をね安い方で行きたい方はこっちのね、山陽電車乗ってみてください。はい、駅舎の中はこんな感じでね、かなりね内装が綺麗ですね。こちらにはねちゃんと外国人観光客にも対応したね、このピクトグラムとねレイルパスって書いたねこの入り口であったりとか、この自動切符売り場緑の窓口もねこうピクトグラム表記になっていて、ね、すごい綺麗ですよね。であちらにはねピオーレっていうねなんか商業施設があってね、かなりね百貨店みたいな感じです。またこのね姫路駅はまあ皆さん知ってると思うんですけど、新幹線も乗り入れているんですが、新幹線の専用の改札がね見当たらないので、多分あそこから新幹線乗る人も入るものだと思われます。一つにまとめられてるんですね。駅の反対の方にやってきました。こちらにはねホテル日光姫路があったりとか、なんか市役所とかもねこっちの方にあるみたいです。これでねこれ姫路市のねバス乗る線図なんですけども、見てください、結構ね姫路市のね新規バスって結構かなりね思った以上に広い範囲に、ね、走ってるみたいでね、もう網走の方とかにも走ってるみたいなのでね、なんかローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z とかではねこれめっちゃ役立つと思います。はい、姫路駅の改札の中に入りました。新幹線乗る人はねこっち改札入ってね、こっちにね行ったら新幹線乗り場があるそうです。そう考えたら新幹線駅の入場料金払わずに新幹線の駅入れるってすごいっすよね。それでここにはねセブンイレブンハートイン、これでねこっちにはね吉野家ブックスタジオ書店ですね、まあ、おむすびの販売店とねなんかあの今川焼きのねお店があってね、かなり駅中施設はね姫路駅充実してるなと個人的には思います。またねホームに行くと駅そば屋もありますよ。これではホームの方行ってみましょう。はい、ホームにやってきました。今私が立っているのは5、6番線で、あちらに1、2、3、4のホームがあるわけなんですけれども、こっちの手前側が万丹線のホーム、103系がね、停車していますね。それでね、奥側にね、はね、紀新線のホームがあります。紀新線はね、機動車がね、運転されていてね、2両編成のね、キハ、
127という車両が運転されています。それでこっち側は7、8番乗り場になってまして、この回送列車とかね、姫路から先播州赤穂方面に行く列車などがこっちのホームに入線します。これで本日乗車するのが14時25分発のスーパーハクの8号京都行きです。まあ本日はね、終点の京都まで乗りたいと思います。まあ本当はね、倉吉の方からですね乗り通したいんですけれどもね、本日はね時間の都合上ね、姫路からの乗車になります。あとね、姫路から京都まではですね E5 予約チケットレス特急券が使えまして、なんとお値段950円でね指定席乗ることができます。さっきね下の緑の券売機で自由席の値段調べたら1400円ぐらいだったので、E5 予約のチケットレス特急券すごい安いなと思いました。まあ、下にね概要を貼っておきますので、ぜひ興味のある方はね E5 予約会員登録して使ってみてはいかがでしょうか。 J-WEST カードなくても利用できるので、Visa のプリペイドカード等があれば使用できると思うので、ぜひね一度試してみてはいかがでしょうか。はい、ね、ついね本日乗車するスーパータハクトがね入線してきます。まあ、個人的にもね17年生きてきてね今回乗るの初めてなので非常に楽しみです。5番乗り場列車が参ります。ご注意ください。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。やっぱこのね、こう大阪より西寄りのね方で聴けるこのさざ波ってメロディーいいですよね。あ、来ました来ました。このね JR 特急とは思えないねこの流線形のボディとね、この青の車体、これはですねもう他のね JR 車両よりもね異彩を放っていて面白いですよね。しかもね展望席ついてるんですよね。展望席をね安い値段で乗れるっていいですよね。ホット701ということで701ということで、もしかしたらトップナンバー車かもしれませんね。はい、ドアはスライド式です。すごい、ドアもすごい。ちなみに本日はこちら 1A という席を確保しました。今日ね、あの前の動画でねあのワイドビュー平乗ったんですけど、それ並みにねかなり座席ね重圧感ありますね。全面展望こんな感じで楽しめます。それではねまた車内解説は発車後にしていきたいと思います。いや、 やっぱすげえなこれ。はい、ということでね、電車は姫路駅を出発しました。やっぱりね、機動車に乗るとね、この電車とは違って、3VF インバーターみたいにね、綺麗な音ではなくてね、自動車とかね、バスに乗ってるようなね、ゴー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 っていうようなね、ディーゼル音を立てるのがやっぱ面白いですよね。はい、あとね、私今運転席の後ろのね、全面展望を楽しめる席座ってるんですけれども、思った以上にね、運転席の中は広いですよね。もう人がね3人ぐらい入れるような感じになってまして、またね1人係の人がね座れるような位置もついてるので、ね、かなりこれはねゆったり運転できそうですよね。
はい、やっぱりね、気動車ということもあってゴーンというねモーター音すごいっすよね。しかもね、思った以上にねスピードも出てね、乗っていてね爽快感あります。現在ね、だいたい時速120キロで走っています。それでは座席の解説をしていきたいと思います。まあね、一番前の席はね、このミニテーブルしかありません。それでね、こちらにはね、フットレストがついています。まあ、キハ85ワイドビューの車両と同じように土足対応のものとなっております。これで、こちらにはですね、コンセントが用意されています。シートはね、こんな感じのちょっと茶色っぽい色で、この座席カバーには鳥取砂丘とかですね、なんかこういう鳥取県のね名所が描かれています。座席のリクライニングはですね、ここにありまして、だいたいまあ倒してみますと、まあこれぐらいね倒れるので普通かなと思います。これでカーテンもついてまして、カーテンもね、なんか伝統工芸品が使われているものだと思われます。それでね、こちらにはね、車内 Wi-Fi がついてまして、まあ、JR 西日本の特急よりも優れているな、個人的には思います。これで前にはね、地図急行の車両なんですけれどもね、JR 西日本と書いてありまして、なんかちょっと違和感を感じるなと思います。はい、デッキにやってきました。デッキにはですね、沿線の兵庫県の上郡町とかですね、こっちにはね、なんか MBS ラジオのね、広告が貼られています。これで、こちらにはね、荷物置き場があって、こちらには21世紀梨記念館とね、山陽海岸ジオパークなど、あの、鳥取県のね、名所とか名産品について書かれています。こちらはね、多目的になっています。こちら、飲酒和紙についてということで、このように車内には伝統工芸品も多数使われているそうです。続いて4号車です。4号車にはね、地図急行のね広告も貼られています。洗面所はこんな感じで、これもね民芸磁器といって、また伝統工芸品が使われています。カーテンもね、これ伝統工芸品かな。これでこちらにはトイレとですね、ちょっと古そうな感じなんですけれども、ちゃんと洋式のウォシュレット対応のトイレに使われています。こっちにはね、なんかカニ取り券、ウェルカニキャンペーンということで、鳥取県のねチラシも置いてありますね。グリーン車はこんな感じでね、かなり 1+2 のね広めの座席配置になっています。荷物入れもね、これすごいのが、飛行機とね同じような感じの物入れになっているのが特徴です。あと各号車にね、このようなモニターがついてまして、すごい他の席からもね全面展望が楽しめるような仕掛けになっています。3号車のデッキにやってきました。3号車のデッキにはね、このような多目的トイレが用意されています。これでこちらにも洗面所があって、伝統工芸品が使われている模様です。はい、1号車のデッキにやってきました。1号車にはこのようなね自動販売機が用意されています。ご覧の通り、冷たい飲み物から温かい飲み物まで用意されている万能な自販機です。あとね、1号車の車内だけちょっと座席の感じがね、サンダーバードの座席にね似ています。またこちらもね展望の仕様となっていますので、まあスーパーハクトはね、普通席の料金を払うだけで展望座席に乗れるということで、かなり乗り得ですよね。はい、ね、スーパーハクト出るわけなんですけどね、いややっぱりねすごいディーゼルゴーンという音がね感じることができます。またねちょっとね振り子式がね確かこの車両ついてたと思うので、ちょっと揺れが激しいですね。まあ乗り物酔いの方はね気をつけてください。またね全面展望今楽しんでるんですけどね、景色がねワイドすごいね、個人的には楽しいです。車内からは以上です。はい、ご覧のようにね電車で直線
区間をですね、大体時速120キロ以上でね、爆走運転を行っております。これをね、車内で聞いてるとね、やっぱディーゼル音すごい響いてますよね。あとね、新幹線並みのね、速さで走ってるので最高です。それでね、電車は現在西明石駅を通過しております。なんとね、この駅新幹線とね、乗り換えできるんですけれどもね、新幹線と乗り換えできるのにもかかわらずね、このスーパーファクトなどの特急はね、すべてね、通過するという駅なので面白いですよね。はい、ということでね、電車は明石駅に到着しました。この駅ではね、山陽電車と乗り換えすることができ、もうね、このホームからね、山陽電車のホームを見ることができます。なぜね、さっき西明石に通過したかと言いますと、このね、明石駅に特急が停車することからですね、西明石駅はね、すべての特急列車は通過するような感じになっています。まあね、明石駅の方が利用者が多いらしいです。次の停車駅はね、神戸市内に入って三宮駅です。はい、電車ね、今カーブ走行してるんですけど、皆さんちょっとね、わかりますかね。実はね、このスーパーハクトのね、車両には振り子装置がついてまして、このようにカーブ区間でもですね、車体をね、ちょっとね、傾けて走ることがあるんですね。まあね、電車はね、カーブのね、スピードを落とすことなくね、もう爆走運転ができるというわけです。まあね、最近の列車にはね、まあ振り子式というものはあんまついてないのでね、やっぱりね、この振り子式のね、車両乗ってるとね、揺れを感じることができるので非常に楽しいです。はい、電車はですね、今高台を走行してるわけなんですけど、見てください、右側にはね、海が見えるんですけどね、なんとね、この高さから海を見ることができるのは新海賊が特急列車に乗った時だけなのでね、すごいね、特権を得ることができます。またね、しばらくするとね、このように快速普通列車とね、同じ位置をね、走行していくわけなんですけどね、やっぱりね、海を見てるとね、やっぱいい気分になりますよね。やっぱりね、列車からね、見る海はね、個人的にはね、格別な景色だなと思います。はい、ね、進行方向にの右側にね、移動しまして、海をね、撮影してるわけなんですけども、ね、やっぱりね、右側の席に行くとね、ちょっとわかりますね。ちょっとね、水平線になってるのがわかると思います。でもね、列車に邪魔されるとね、海を見るのを邪魔されるのはちょっと個人的には残念かなと思います。それでね、電車現在ね、神戸のね、貨物駅だったかな、まあそのあたりをね、走ってるわけなんですけど、皆さん右側にね、注目してください。なんとね、東武500系リバティっていうね、車両が走っております。なんとね、これはですね、川崎重工から東武鉄道の方に高収賞される車両で、新品ホヤホヤのね、車両を神戸で見ることができるので、ね、すごいね、ラッキーでした。はい、電車はね、現在神戸駅を通過中です。この神戸駅はね、ちょっとゆっくりめのね、速度で通過していきます。この神戸駅はですね、山陽本線と東海道本線の境界駅なんですけれども、まあ JR 西日本ではね、神戸線という愛称で、まあ姫路の方から大阪までの区間を呼んでるので、あまりね、境界駅だなという実感はありません。しかしね、この神戸駅には停車せず、車内放送にありました通り三宮駅に停車します。それでね、電車は三宮駅に到着しました。この駅はですね、阪急線、阪神線、地下鉄海岸線、西新山手線、オートライナーと乗り換えすることができます。この駅の方がね、利用者は多いかなと個人的には思います。次はね、大阪駅にね、停車します。兵庫県内はね、あまり止まりません。これね、電車はね、三宮駅出発するとね、ご覧のように爆走運転を行っていきます。なんとね、この駅でね、快速電車を追加していきます。やっぱね、快速電車に化している爽快感もね、やっぱ最高ですよね。ではここでね、スーパーハクトの車両ホット7000についてね、少し解説していきたいと思います。実はね、この車両地図急行のね、車両ではあるんですけれども、まあ地図急行にはですね、まあちっちゃい車庫はあるんですけれども、まあ大型なね、整備をできる設備が整っていないので、車両のね、全般整備みたいなものは全てね、 JR の工場で行っている。ちなみにね、この車両構造はね、主に JR 北海道や JR 四国の、ね、機動車を参考にして、速く走れるようなね、振り子装置であったりとかをね、つけているそうです。またね、この流線型のボディはね、JR 北海道や JR 四国の車両にはあまりついていないので、まあね、これはね、地図急行がオリジナリティを加えたのかなと個人的には思います。やっぱりね、地図急行の車両ではあるんですけどね、もうね、なんか JR 西日本のね、仲間とね、貸し出して車両かなと思います。は
はい、ね、電車はこれからね、尼崎駅をね、高速でね、通過していきます。実はね、尼崎駅は、福知山線のね、コウノトリとかはね、停車するんですけれども、神戸線系統の特急は停車しないみたいな。新快速のね、停車する駅をね、このように爆走通過していく光景はね、すごい面白い光景です。カットしますね。そして電車はね、大阪駅に到着しました。まあこの駅ではね、数えきれないほどのね、路線と乗り換えすることができます。まあね、前回のワイドビューひなの動画で、特急列車はね、主に11番乗り場、隣のホームから出発すると言ったんですけれども、このように新大阪行きや京都行きの特急は、主に10番乗り場に発着します。次のね、停車駅は新大阪駅です。はい、列車はね、本日2度目のね、淀川を渡っております。やっぱね、この鉄橋をね、このディーゼル車がね、ディーゼルエンジンをかきたてながら走るっていうね、光景は非常に面白くてね、違和感を覚えます。でもこれが楽しいんですよね。それでね、電車は新大阪駅に到着しました。この駅ではね、東海道山陽新幹線、大阪東線、関空特急はるかや黒潮号、並びに大阪メトロ御堂筋線と乗り換えすることができます。まあね、この駅だったらね、新幹線とね、乗り継ぐ方も多いのでね、まあね、この場合でも乗り継ぎ割引が適用されるのでね、まあね、新幹線乗り換え際はこの駅使ってみてください。はい、大阪駅出発線ですけど、見てください。もうね、この車両にはね、誰も乗ってません。もうオフ会状態となっております。これでね、全面展望もね、独り占めすることができてね、最後の最後にね、そういう展開が起きてね、非常に嬉しいです。電車は現在130キロぐらいで爆走しております。ここ急カーブを見てください。もう130キロでね、まんまとね、通過していきます。この列車はね、まあ、振り子装置がね、ついているっぽいのでね、なんか揺れがね、やっぱ激しかったですね。これで右側にはね、吹田の総合車両しか見えて、201系が停車していますね。これから解体されるんでしょうか。なんかそう考えると個人的には悲しいですね。電車はこれから茨城駅を通過します。茨城駅はね、急カーブがあることで有名で、制限速度ね、110キロあるんですけれどもね、そのね、限界ぐらいの速度でね、電車は通過していきます。こうね、車体をね、ちょっとずつ斜めにしながらね、電車は通過しています。はい、これから電車はね、高槻駅を通過します。我らがね、サンシャイン今村の地元高槻駅です。この駅はね、新快速用のホーム1番線と6番線にね、ホーム用のロープ柵が、2番線、3番線、4番線、5番線にはね、普通のタイプのホームドアが設置されています。すべてね、高槻市が補助金を出したということで、高槻市は安全対策にすごい力を入れている街だなと個人的には思います。はい、左側にはね、207系321系が停車してる。こちらはね、正式名称忘れたんですけど、高槻市のね、なんか車両所で、まあ207系321系が止まっています。右側に見えるのは天井石公園で、こちらからはね、阪急と JR が同時に、ね、見ることができて、子供たちにね、大人気のスポットになっています。はい、電車はね、山崎カーブ、通称サントリーカーブでおなじみのエリアを走行しております。だいたいね、時速もこちらも110キロぐらいなんですけれども、今ね、ブレーキをかけてね、速度をね、調節しています。しかしね、なんかカーブをね、やっぱり速度制限だろうがね、ちょっとずつね、振り子を作動させながら走行しております。この辺りはね、よく西園寺さんとかね、ライブ配信を行っていて、20万人達成した時もこの山崎駅でライブ配信を行っていました。カーブが上がると左側から出てきたのは阪急京都線です。昔はこの阪急の P6 型と呼ばれる車両が燕号を追い抜かしたという伝説があるとなんていう話も聞いたことがありますが、今はね、阪急電車いません。時々ね、阪急の急線系とかがね、 JR の新快速、快速とかを抜かすシーンがあるので、運よくね、撮影できたらまた同行してみたいと思います。はい、右側にはね、向こう町のね、車両所があります。国鉄型車両から特急車両まで多数停車しています。
右奥にはねパンダ黒潮が停車しています。こちらにはね113系、117系、223系、225系、683系、681系、287系、289系などがね停車しております。それでねこちらに見えるのはウエストエクスプレス銀河です。やっぱりねこの車両所の中でね一番個性を放っている車両ですね。それでね前に見えるのはね各駅停車の、安行きですね。こちらは225系100番台ですね。最近になってね225系100番台も増備されてきてね225系をねどんどんとこの東海道線からリストラしていってます。でこの普通列車はね向こう町に停車するので、まあ、ちょっと減速していってねこの列車をスーパーハットがねこれ抜かしていきます。やっぱね僕はこう抜かす時のね爽快感がねいつも大好きです。まあそれはね新快速乗っても味わうことができるので皆さんも全面展望をね楽しみながらそのね爽快感を味わってみてくださいね。京都駅到着前の、ね、車内アナウンスが流れました。実はねスーパーハット号の日本語ホースはね JR 東日本などの関東の鉄道でおなじみの声優の方がやっていてねやっぱ関東の鉄道に乗っている気分を味わうことができますね。はい、電車はね終点京都駅に到着しました。この駅はね日本一長いホームがある駅としておなじみでだいたいね長さは400メートルぐらいあります。この駅ではね JR 琵琶湖線、湖西線、東海道新幹線、佐賀の山陰線、近鉄線、地下鉄烏丸線と乗り換えすることができます。いややっぱりね指定席でね1000円以内で展望席を楽しめたのはすごい良かったですね。それではね降りていきましょう。はい、ね、スーパーハクトの乗車実況動画いかがだったでしょうか。まあね個人的に乗ってみた感想はですね、まあ、揺れ激しかったですね。まあちょっとね振り子式車両ということもあってねちょっとグラン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 揺れてねちょっとね乗り物用意しやすい方はねちょっと酔い止め必須の車両かなと個人的には思います。しかしね全面展望とかを、ね、楽しむことができるのでまあね全面展望大好きな方はですねまあ早めにね全面展望の席を取るとことをお勧めします。ちなみに倉吉行きの先頭車両は自由席なので京都駅から乗車したら早い者勝ちでね一番前のいい席を取れることが確率が高いのでねぜひ皆さんも試してみください。この動画が良かったという方はですね高評価、チャンネル登録、コメント、サンシャイン今村の公式 SNS 等のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。それではご清聴ありがとうございました。